はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシドです。先日ですね、フラワー TV のオフ会を横浜みなとみらいの某場所で11月の上旬に行うと言いました。まあ、その場所が決まるのが8月1日なんで、まあ、このフラワー TV で皆さんにお知らせできるのが多分8月2日3日くらいだと思うんですね。でこの間先行予約を受け付けをその始めました。もう場所も、まあ、まだ確定してない、皆さんには分かってない、場所は港未来ですね、横浜港未来、人数は240人、曜日と時間がまだ決まってない状態ですかね。でその状態で、まあ、先行予約を始めたんですけど、結構ね実はもう入ってきてるんですよ。なので8月2日に、まあ、このフラワー TV でこう皆さんにお知らせした時にどれだけこうチケットが残ってるかがちょっとよくまだわからないんですけれども、まあまだね今の段階では結構まだありますけれど、なんかお早めに先行予約始めちゃったので、こう早めにチケット予約をしていただいた方がいいかもしれません。なんかもうこう定数はね、実はもう場所はほとんど決まってるんで、こう定数はそれ以上増やせないんですよ。なのでお早めにお願いします。一応こう YouTube 仕様のこう VJ っていうのかな、こう映像ディレクターみたいなとか音楽ディレクターみたいなとか、そういう方も交えたこうスーパーデモンストレーション、今までのお花のデモンストレーション多分覆されるようなスーパーデモンストレーションになるんで、多分見たことないデモンストレーションになります。だから結構一見ありだと思いますね。関係者の方なんかでも度肝を抜かれるんじゃないかと僕は思ってます。まあ僕がやることですから、まあそのぐらいのことはいつもしでかしますんでですから、ぜひお早めにお願いします。まあ一応まだありますから全然大丈夫です。じゃあ8月2日に場所とか詳しい日程はお知らせします。まあお忙しい方ね、またそこからもいいかもしれませんが、まあ、11月上旬以降、まあ、大体そのあたりは大丈夫だよっていう方がいらっしゃいましたらぜひお願いします。一応ね、公募日は11月の3日だったかな、文化の日で5日6日の土日、8日の、それがダメなら8日の火曜日みたいな、そんな感じです。ではよろしくお願いいたします。これからこのアレンジ作ります。もう一本撮ります。 See you next time.